こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、季節柄、クリスマスソング第2弾ということで、マライア・キャリーの恋人たちのクリスマス、 All I Want for Christmas is You っていう曲があるんですが、もう皆さん耳にしたことがあるあの曲だと思いますが、これシャッフルでずっと息切れるんですけど、タム移動がちょっと面白かったので、解説しながらやっていきたいと思いますが、別に曲としてはもう8小節ごとにフィルインを入れていくだけの曲なので、リズムパターンもバストラベースがずっとねボン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 ってやってるから、バストラ支部なのか、要は2拍ずつなのかは何回も聞いてみましたが、多分2拍ずつこれですね、ずっとハイハットがシャン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 で、サビのとことかもずっとこれでいいんですけど、B のとことか C のとことかはライトニング、もう初心者でも全然できる曲なので、ただシャッフルという要は3連のフィールっていうのが結構みんな苦手なので、ちょっと練習にはちょっといいかなと思います。一番最初ですね、この最初の、ピアノがチャ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 ってやってるところで決めですね、うっかがっかがっかがっかですね。これは僕はあのライブの時よくやるのは、この方がなんか流れ的に楽なんですね。だけどちょっとだけどちょっとで、クラッシュに行かなきゃいけないので、ここだけスニアジャーにしちゃって、流れが、僕がよくこうライブで、もうこの季節になるとライブでよくやるので、このフィルインはもうなんか何も譜面見なくてもできるみたいな感じですね。でも8小節ずつにずっとフィルインが入っていくんですね。このドラマの面白いところはですね、必ずこの拍の頭でタム移動しないっていうのを避ける傾向にあって、っていうのが最初のフィルインですね。タッタッタッ、タムを4、2 で分けると、ちょうど3連の頭、要は拍の頭でタムがチェンジしないの でなおかつリズムパターンの裏から入るのでっていうフィルインの入れ方をしてます。これが、この頭の、これ1回目はここフィルインなかったんですが、2回目これやってるでしょ、ここ同じのがここにあるでしょ、ここは、ここのフィルイン難しいんですけど、ここなんかこう、ここをハイハット閉じてるので、両手でいってんのかもしれない。これ裏からなんで、手順的には左手でいくと、でもめちゃくちゃ交差するんで、そうするとクラシオも左手でいくのを前提で、ちょっと初心者には難しいフィルです。というフィルインですね。これは世界的なこう曲なので、やっぱりちょっと他人と違うことやりたかったのかなってなんとなく僕は思ってますが、1回目の感想のところも、これで1番終わりですね。で2番は同じことやってもらうんですが、ここの、シャープはこっちに書いておきますしましたが、これはここと一緒なので、2括弧と一緒なので飛ばしますね。なのでこの2括弧のフィルインからいきますね。2括弧のフィルインは1、2、3、これは A っていうフィルインにクラッシュついてるという形ですね。それに、手前の引っ掛けがついててっていうので、これは基本の手順通りなんですよ。でも次のやつが、これは、この右手から行くと左手になってしまう。これだと交差するので行きにくいと。だから僕はどちらかというと手順をきっちり守りたいタイプなので、あんまり思いつかないフィルインなんですね。だからある意味すごく面白いなと思って、ちょっと取り入れてみようかなと思います。でここの段は普通の、基本形から考えれますね、という具合に、いきまして、それに手前に引っ掛けがついてるということ。
なので初心者はもう皆さんもこの裏から入るのってめっちゃ難しいんで、これ入れるとちょっと上級者っぽくなるけど、リズムが崩れるのが良くないので、ここ頭からいっちゃって全然いいと思います。でこれは、ここから出てきたやつですね、ここなんかちょっと引っ掛けを凝った、このドラマはよく使ってますが、このフィルインに手前に装飾をつけて、多分僕は絶対使えないフィルインですね。こういう音符が思い浮かぶっていうか、自然にこのテンポで思い浮かぶっていうのは、まあちょっとやっぱり一流な感じがしますね、非常に難しい、というわけで最後はまあ、これ引っ掛けなんで左手からワンツーでフラムで止めて、最後だけタム移動してるんですね。こういうところがやっぱり、僕にはやっぱ思いつかないよ。まあすごいとしか言いようがないですね。あとはまあね、とか、という動きがちょっと難しいと思います。これ音取ると難しいんですけど、実際このフィルインは僕にとってはすごいこう衝撃的でしたね。普通はですね、ここに、ちょっと書いておきます、欄外に書いておいたんですけど、普通にこうワンツーこう裏から入る、これが B というふうにワンツースリー1個抜く、左手からスニアに行くという感じで、これを、2つずつではこうね、これはものすごくよく使うやり方なんですが、これがまああんまり出てこなかったので、要はバリエーションを増やすにはちょっといい練習だし、初心者としてはここにフィルインをこの僕の譜面なんかでもそうですが、ブランクの譜面である二重線のところにどんどんフィルインを入れていってほしいんですね。でこういうところが要は音楽の区切れ目なので、こういうところにフィルインを入れます。でフィルインというのはスルーしても構いません。フィルインなしでクラッシュしても構わないし、クラッシュするのもスルーしても構わないです。要は A から A に行くところっていうのはムーブメントがあんまりないので、ここはスルーしておいて A から B に行くとこは大きくフィルインをすると、こういうこう、大サビで盛り上がっておいて、また A に戻るときはちょっと大きめにフィルインをしてガクンと下げるというようなスタイルですね。こういうのが、あとは決めのとかも、まあ、決めるしかないんで、フィルインで埋めると、ここが、ちょっとトリッキーになってます。だからここの一小節 One All I Want to Christmas うん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 タカタタカタって入って、ここの小節がいつも、結構バンドがバラバラになりがちなやつなので、ここはちょっとバンドで必ずリハーサルしなければいけないところですね。これ人によって譜面がちょっと4分の2が入ってややこしくなってたりとかするんで、ここのとこはちゃんと練習しなければいけないところですが、こことオープニングのフィルインの決めさえ守ってしまえば、あとは曲的にはそんな難しい曲ではないんですが、タム移動がですね、初めて撮った時はこれは多分音色的にも打ち込みではないと思うんですが、打ち込みだったらまあまあまあね、全然問題ないですが、ドラム的な手順ではちょっとない感じのフィルインが多かったですね。というわけで、メルマガ登録している方は、こちらの譜面がダウンロードできますので、メルマガ登録していただくと、その日から、これダウンロードのページに飛べるようになっておりますので、ぜひメルマガ登録まだの方は登録してください。本日は以上になります。最後までご清聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひ
メールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととかジャズの歴史のこととか心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますのでよろしくお願いします。3大特典もついておりますのでぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。